ハゲさんでも入ってもいいですか。ハゲさんどうぞ上がってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。酒田さんもこの荒れてるところを汚してくれますな。はい、お山なば雪でだいぶ積もってらっしゃいますな。今年だがゆずるげくてお山なば2メートルも雪積もってるしな。だどもさすがはなまげだす。あの雪ぶげながどんどどんどど山からおでくさすな。あなたも何したすな。なすな。なまげさんどの辺まで来てらっしゃいますか。今隣の絵さえるけども隣の絵の子親の言うことがつがにす。勉強も下げとって教えれさ隠れてたら生ハゲの目使ってすこったまごしゃがいてたものな。なもの騒ぐ声聞こえてやったものな。あの子も今度からちゃんと言うこと言うことって生ハゲと約束したから。ああよかったしな。間もなくここの餌も来ると思うさ。ママこっちは回って楽にしてあたってください。はい、どうも。はい、励ましの言葉をもらってから
元気で元気で今すぐだ休んだとこです。元気です。まあ波切りばいいどもな。朝間もいい年だから胃の物をみんなにすっかり面倒見てやらねばダメだと思う。嫁も孫もおばあさんおばあさんと年寄りとも大人数にしています。いいだこういうことだ。それからな親父、はい、去年ここの医者来た時お坊さん嫁と孫とも座らせて生ハゲに酒積んで飲ませるっちゅう約束してあったのでねえか。今ぶらっとこ見てみたとも嫁も孫も大もいねえな。どこ行った。その生ハゲさんとの約束だば忘れたわけにはにゃあだしども、ほらいの嫁もほらさっきまで生ハゲさんに出すこの料理作りますもの、うん、そういえば先ほど今年中に回さねばダメだ回覧板回ってきて今隣のうちまで回覧板持ったとこですよ。そうだから孫は孫でここにいて遊んでいてやったんだのも、そろそろ生ハゲさん来る頃だなって言ったらどこさ行ったの。子供部屋さん行って勉強にもしてるかな。それともその品さ隠れでねがったべかな。何隠れだ。生ハゲが来たから逃げる。隠れるっていうことは普段さあとやってねえからでねえが。そんなもないです。おらいの嫁だば気立てはいいし働き者だってこの辺で評判の嫁です。孫は孫で毎日学校さ行って勉強はしてるし、うずさ帰ってこいば父さん母さんの手伝いも用意してくれるし、なんといい嫁だいい孫だと思っています。さっきから親父の話黙って聞いてれば嫁と孫とをかばったような言い方してる。でもないです。親父なんぼかばってもバスマギでもダメだ。ほら生ハゲ隊長だ。これ見れば今何でもわかるからな。あの新山の山の一番高いとこから毎日佐渡を見下ろして泣く子はいねえぜ怠け者はいねえ。親の面倒見に嫁はいないがお山の上から何でも見てくの大調査つきじゃらんだ。一つここねえのことを調べてみるか。そうだなこれな。あんと書いてあるかなこれ。あ、ここの井の孫一郎っていうな。はい、一郎です。その一郎毎日真面目に学校さは通っててるでかいでなんと真面目な子だしもね。などもなんだこれ真面目なのはただそれだけだって書いてある学校さ行けば先生の言うことは一つも違わねえ。また授業中には後ろの方でいたずらしたり騒いだりして先生からおしゃがれてるって書いてた。これからまだなんだこれ学校から帰れば宿題あるのに宿題もやらないでゲームばっかりやって何も勉強してって書いてたな。おやさん何も間違いねえね。ちゃんとここねえの一度って書いてた。もう少し勉強もさせねばダメだ。はい、わかりました。こういう子供であればこれ友達という親とこも調べてみるか。ああ、嫁だな。なんだ俺の嫁のことまで調べてやるんですか。おお、嫁のことだば一番詳しく調べてやらここの井の嫁の名前は美津子っていうの、はい、その美津子隣村から嫁になってきた頃だば働き者の嫁だとて親ず随分自慢してやったな。となるといい嫁出すものところがなんだこれ15年も経ってこの頃だば朝間は起きない。西の支度も胃のバサバサやらせてるって。おやつこれどういうことなんだこれ。生ハゲさんバサマンのやらせてらんでにゃんだ。トライのバサマ早寝
早起きすれば健康のためにいいとき、そいんで朝飯の探してやんなさい。おやじ、何も言い訳はいらねえ。嫁の息子の朝起きできねえわけ。生ハゲはちゃんとすらべきゃらな。その息子、夕方になればそわそわしだして、隣近所の母ちゃん方を誘って、毎晩夜遅くまでカラオケ祭って学校だった。多いんだもの、朝起きねえ。おらんが年寄り、早く休んでしまうもんだから、隣の嫁、夜遅く帰ってくるのわからねえかったすもんな。親がそうであれば、いい子はそうだなねえぞ。はい。来年の前へ来るまで、ちゃんと寝遅くにはダメだおえさ。はい、わかりました。ああ、なんもいいとこねえな、こりゃ。まだまだいっぱい書いてあるもの。おずいぶん下げばす進めるおめえさん。まさかこい下げでごまかすつもりだ。下げの場合も下げばいっぱいあるぞ。この頃怠け者の名もミスを押してるからな。こちらにはもう一回探して一人山さん。もらってやれよな。俺の息子はどこ行った？どこにもいねえな。息子でねえな。そんな感じでるぞ。どこにもいねえな。おお、どうもいいかな。はい。おお、おお、はい。どこに行ったっけ。おお、勉強してるか。はい、どうかな。みんな真面目にやってるか。大丈夫か。おお、大丈夫かな。どうだ、お前飲みはダメだぞ。もう真面目にやってるか。おお、勉強してるか。出てくる、出てくよ、ちゃんと。お、行くな。真面目にやってるか。お、真面目にやってるか。頑張れよ。頑張れ頑張れ。おお、これも若いだな。ちゃんとな、勉強しな。いくなるよ。はい。あ、はい。ああ。ああ。なんだいいことないの。いつのはどこ行ったこれ。お、はい。大丈夫か。大丈夫か。あれは早く来るよ。おお。ゴミの道はどこ行った。おお。大丈夫だか。大丈夫ね。なんで。頭早く来るのか。来るよ。生揚げさん、来年までにちゃんと続けておくから、殺しないとか持ってきて。おー、今放送の元までは。どういだ。また持ちでごまかすかな。殺すだけだぞ。来年からはそういかにからな。それからな、孫嫁、言うことを聞かなかったら、あの神殿の山さんがって手を見せただけ、はい、いつでも降りてくるからな、ブラメソだ。今日、これで孫嫁は山に帰るけれども、お客さんやの男はしっかりと払っておいたからな、この1年間、怪我や病気しないように、お互いに向くからな。いや、元気でな。はい、元気でな。